はい、皆さんこんばんは。さあ、いよいよ本日発売となりましたバイオハザード3のリメイク作品、バイオハザード RE3 を早速本日からやっていきたいと思います。昨日の12時にね、 PS4 版が配信開始となったので、早速明け方までやって、一周クリアしてきております。なので今回もプレイ済みのサクサク実況として本日から毎日動画を投稿していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では早速ニューゲームでやっていきましょう。で、難易度も今回もね、さっくり進めるために難易度は標準的なスタンダードでいきたいと思います。それでは最初のムービーをご覧ください。現在状況が悪化しており、このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を。人々はボートたちに都市全体に緊急事態が宣言。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。さあ、始まりましたバイオハザード RE3 ですね。私が突然喋り出すと驚くかと言いますが、一応実況動画なんでたまに喋ります。今回いきなりね、バイオハザード7の頃のような一人称視点からスタートしますが、基本的に、ね、RE2 と同じに、TPS っていうね、三人称の視点になりますのでご安心ください。すごい荒れてますね、あの世、荒れた世の中でございますが、最初何も調べらんないので、なんか光で燃えてる洗面所の方に行きましょう。バイオセブン感ありますね。はい、そしてジルですね。やっぱ美人です。ジルを知らない方がねいるかもしれないんですが、バイオハザード1の頃の主人公です。クリスのイメージが強いんですが、クリスとジルの2人の主人公でした。なんだ、夢か。もううんざり。毎晩ひどくなってる。さて、やっぱバイオハザードやってるとですね、日本語に違和感があるので英語でやってほしいっていう方もいらっしゃると思うんですが、やっぱスマートフォンで見たときに、字がちっちゃくて読めない方もいると思うので、あと3日で
この街ともさよならできる。基本的に日本語吹き替え版でやっていきたいと思います。さあジルは あと3日でこの楽園指定から おさらばする予定でございます。もうあと引っ越すね、もう準備なんかもしてる最中ですね。バイオハザード1のアークレイ事件ですね。あれから3ヶ月後なのかな、ちょっと詳しくはごめんなさい、私もそこまで詳しくはないんですが、なんですが、ジルはまあこっちに帰ってきていろいろあったんですけども、2ヶ月か、あの事件が2ヶ月が過ぎたと。一応ね、こう今回もこういうふうにテキスト出てくるんですが、基本的には読み上げません。読みたい方はここで一時停止して、一個一個読んでいっていただければと思います。一応ね、進行がゆっくりになってしまうので、読みたい方だけ、一時停止で読んでいってください。はい。あのアークレイ事件で T ウイルスが漏れてしまって、このね、麓の町であるラクーンシティにまでゾンビウイルス、T ウイルスがまかれてしまったと。まあ、生き残ったね、ジルたちは、そのアンブレラ社のね、やってたことを、こういうふうにね、こんなことやってましたよって言ってるんですが、基本的に権力に握りつぶされてしまうと。結果、ジルたちは危険分子として監視官のね、監視官のもとに置かれてしまうわけですよ。はい。監視されてるわけです。なので、まあ、ジルとかスターズのメンバー、クリスもそうですけども、それぞれ散ってねですね、このアンブレラ その悪事をですね、なんとかこう世に広めようと、まあ、これから活動するというところです。ということで、ジルもスターズを退職するしたところなのかな。これから、まあ、退職するところですね。アイアンズ、名前出てきます。これ、バイオハザード R2 に出てきました。変態ですね、所長です。変態所長です。で、永遠のスターズアルファチーム、ブラッド。ブラッドというとですね、バイオハザード1の時に、ね、ヘリのパイロットとして出てきました。最後にね、ミサイルランチャーを落としてくれたイケメンです。イケメンかどうかわかんないですけども。さあ、ちょろちょろ行っておりますので、今度こそ、本物のジルの姿をね、皆さんに見ていただきましょう。今度は、顔は大丈夫かな？大丈夫ですね。やはり美人です。バイオの中の女主人公としては、ジルはまあ割と女らしい、まあ、今回頑張りますけど、女の子らしい感じですね。そんなに打たれも強くないですし。ちょっとクレアがあまりにもゴリラすぎたのですけども、何か入ってるかな？なんもない。レベッカの方がもっと華奢な感じはしますが、やっぱ例にたぐわず、ジルもそこそこなかなか麗しい感じでございます。行くわ。はい。ジル、大丈夫か？ブラッド、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。まあ、先ほどアンブレラ社からねヘリで輸送しておりましたが、その正体がこいつですね。前回のタイラントをね彷彿とする外見です。追跡者ネメシスですね。おお、初っ端からこのクライマックス感があっていいですね。さあ逃げましょう。もうちょっとお腹押さえちゃってる。一体何が？必要以上に、ね、襲ってきますよね。そしたら町が大変なことになってます。あの人落ちそうです。あっちの人もなんかもう火事でやばそうです。あ、落ちそう落ちそう。あー落ちた。最後の瞬間を見届けてあげました。あ、あっちの人も落ちそうですね。仕方ないですね。もう助けることはできません。せめて最後の瞬間を見届けてあげましょう。ここで我々が見なかったら彼らは無駄死になってしまいます。
床を踏み砕いてきたよ。踏み抜いてきたって言うと言うべきか。ちょうどいい時に武器がありましたね。まだ武器もないので、とりあえずここはもう逃げの一手です。あ、出口だ。勝った。これで逃げれる。短時間で急激に燃えすぎですよね。さっきまで別に普通に過ごしてたのに。ジル、もう大丈夫ですね。ダメでした。第2ラウンド。ここはね、序盤の、演出みたいなもんなので、普通に逃げましょう。難易度による違いはないと思います。とにかくここは逃げます。おお、追いつかれちゃう、追いつかれちゃう。さあ、ジルたちスターズを必要以上に追ってくる男。なんとか逃げ切りましたね。街は大混乱。ちょっとオリジナル版との違いは私もまだ詳しくは調べてないんですけども、バイオハザード2のレオンとクレアが来る前の日の話みたいですね。前の日か、前の話ですね。大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺はな、ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。それではブラッドについていきましょう。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アークレと同じありさまだ。おい、待て、待ってくれ。行っちまった。これ現実なの。こんなに大勢感染するなんて。もうゾンビだらけです。ブラッド、気をつけて。もう街全体が T ウイルスがね、漏れちゃってゾンビが溢れかえってる状態です。やば、逃げろ。奥にドアがある。行け。落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。さあ、いきなりもうブラッドが噛まれてしまいました。分かると思いますが、ゾンビに噛まれたものは、感染してしまうということです。ジルとかクリスがなんで感染してないかというと、一応抗体があるそうです。人よりか持つだけであって、感染しないわけではないみたいですけど、まあ、ゲーム上ゲームにならないので、これやめときましょう。私には撃てない。彼を撃つことなんかできない。痛い。まあ、撃っても撃たなくてもどっちでもいいです。あそこはチュートリアルなんで。ここはもう次々にゾンビが来ちゃうので逃げちゃいましょう。駐車場の屋上へ向かってください。駐車場ね、了解。大丈夫ですか。来るな、近く来るんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助。待って、おじいちゃん、救助だと。俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ。私がこの中がどこよりも安全だ。ああ、ひげ持っちゃいましたね。死亡フラグってやつです。あなた名前は。ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他は誰よ。お嬢ちゃん呼ばれちゃいましたね。どうぞ落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。
力になる。だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。ほっといてあげましょう。というわけで、おじいちゃんを救うことはできませんでしたが、まあ一応ね、説得を試みたのでもういいとしましょう。ワンワンワン。犬は見ずに、犬も感染してますし、とても近いところにゾンビもいます。大迫力。どこで感染したのかね、これ。中に入る前に噛まれたのかどういう状態なんでしょうね。まあ、噛まれなくてもどうなんだろうね。いや、噛まれる、うん、飛沫感染だって言いましたかな。ここはあの普通に横を抜けてもいいですけど、不安な場合は足を打ってその間抜けちゃってもいいと思います。ただ弾はね、今回のバイオハザード RE3 に関しては弾はだいぶ余ると思います。回復の方がきついイメージがありました。どうしてもネメシスに襲われる機会が多いので、ダメージを負う機会が多い。なので弾をね、どんどんぶっ破していきましょう。あれカプコン製のヘリなので、皆さんもご存知だと思いますけど、カプコンのヘリは必ずこういう場面には落ちますね。なので、まず乗れないですね。カプコンのヘリは落ちるし、カプコンの列車は必ず、脱線します。ごめん。かかれ、来るぞ。もう一回、早く動いて。動いてよ。動いた。次はこっちの番よ。ゴー。ここからいなくなれ。よし、ウェブライダーアタックを。痛い痛い、特攻効きましたね。まあ見ていただいて分かるように、前半は一応こういう、どちらかというと、まあ、インタラクティブなムービーが続きます。まだまだ本編が始まってないという感じですね。まあ、始まってはいるんだけど。いいですね、絵になりますね、このシーン。圧倒的な強者の感じが出てていいですね。ミサイルを掴んで投げたわけですね、今のね。でも2発目は当たるんですね。1回目のパフォーマンスは何だったんでしょう。おい、しっかりしろ、もう大丈夫だ。あなた誰、ここで何を。俺はカルロスだ、助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。タイラントはミサイルランチャー一発だったので、これで勝ちなんですけども、ネメシスに関してはそうはいかないっぽいですね。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って、地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの。いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ、
ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい。信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。そう、世には行き渡ってないんですよね、アンブレラの仕業ってことは。だがまたシェルターに行こう。な、アンブレラの実験のね、結果っていうか、まあ、黒幕であることを知らないわけですよ。ジルたちはそれを訴えてるんですが、握りつぶされてしまってるわけですね。まあ、ただの製薬会社ってことになってるのかな。さあ、ここから体験版のことを似た感じになります。ちょっと違いますけど。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。まあ、ジルはやっぱりね、アンブレラを完全に敵視してる。まあ、もちろん敵ですけどね。ので、彼らと協力することにちょっとためらいがあったんですが、市民のためということで、まあ、手を貸すという形になります。玉なし野郎の話ですね。今これはいつも通りです。ガンパウダー2でハンドガン、ガンパウダーと強化火薬でショットガン、マグナムとは強化火薬2です。今回ね、マグナム、ショットガンの弾とか結構溢れるので、マグナムにしちゃってもいいかもしれないですね。マグナム手に入ってからですけども、まあ、そこはお好みでいいと思います。まあ、ここは一応ね、体験版でもやったところでございますが、少し内容が違いますので、ここが一緒ですね。9月25日あたりから、あの猟奇殺人ですね、残存死体が見つかるようになったと。噛まれてるわけですね。ただ最初のうちはやっぱりちょっとね、ふざけた感じな風に、それ、まあ、三面記事というか、なんていうのかな、まあ、ゴシック的な感じの扱いをしてるわけなんですけども。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は。俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい。まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。よし。そしたら、じゃあアイテムをまた回収していきましょう。そう、体験版と全く同じかと思ったらちょっと違うので、その辺の違いなんかも楽しんでいただきたいと思います。そしたらいつも通り組み合わせていきましょう。組み合わせ、レッドとグリーンで組み合わせた方が強いので、ここは緑を残して、レッドとグリーンのハーブの組み合わせでいきますと。ではアイテムを一旦しまって、回避もしまっちゃいましょう。ではいつも通りですけども、セーブさせていただきます。はい、 OK です。
久々に言いましたね。久々かどうか分かりませんけど、これからさびこれ毎回ねセーブがあるたびにこのセリフを言わさせていただきます。生存者がまだいる、早く地下鉄を動かさなきゃ。さてと、そしたらですね、今回緊急回避という能力がありまして、これがねめっちゃ難しいんですけど、実はですねカウンターが取れるんですよ。カウンターを取るとこういう風にクリティカル率の高い攻撃を打てるようになります。相手の攻撃に合わせて、ステップを踏んでそこに、すぐにエイムを合わせると、あの自然と頭にね照準が向くようになります。ですがこれはね狙わない方がいい、リスクが大きいっていうか、あのゾンビのあのノーモーションというか掴み攻撃非常に強いんですよ。かわすのがめっちゃ難しくて、今うまくいきましたけど失敗することの方が多いです。なので下手にね狙うよりも、あの初めてやるときは普通にプレイするのがいいと思います。ラッキーですね、一発でクリティカル出ましたけど、あまたクリティカル出ましたね、ついてますね。今回のジルさんやる気満々です。まあ、クリティカルの出やすい、攻撃になりますので、まあ、回避が狙った時にねうまくいっちゃった時はすぐにエイムをするといいかもしれないです。さあ雰囲気楽しんでいきましょう。たくさんのゾンビたちが隔離するといってもあれじゃあね大した効果がないかもしれないですけど、フェンスがありまして。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいい。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずい。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何？そしたら一応ホースをチェックしていきます。ホースがあれば、水をまいてねここを消化できるわけです。これは体験版の時と一緒ですね。ではホースを取りに行きましょう。ここもね回避していけば、ドラム缶を使う必要もないんですけども、まあ取っといてもあれなんで、ドラム缶せっかくだから使いましょう。派手なバカを見ていただきたいと思います。で、ここもありましたね。ちょうどいいところに電気がビリビリしてるので電気を走らせてその間に横を抜けちゃいましょう。でついでにガンパウダーも、でここも基本通らないようにすれば、このゾンビたちとやり合う必要はありません。でまたガンパウダーですね、まあ、知らないうちはこの辺のゾンビ怖いですけども、一応ねおとなしいゾンビなんで大丈夫だと思います。さっきセーブしたばっかりですけども、セーブを見つけたらすぐセーブさせていただきたいと思います。はい、じゃあすいません、じゃあアイテムを預けてからにしようか。今手に入れたアイテム、これ体験版にはなかったやつですね。箱です。まあ、特に何か仕掛けがあるわけではなく、中から綺麗なね、ジュエル、まあ、宝石が出てくるわけです。これは今で使うこともできるんだけど、これは後でまとめて使おうと思うので今はしまっときます。はい、それではまたセーブさせてもらいます。すいませんね、なんか区切りごとにセーブさせていただきます。さあ、そしたら今度裏口から出ていきましょう。裏口には大量のゾンビがいます。ですが、誘導して、ある程度誘導してちょっと数がさすがに多いのでここは飛ばしましょう。でドラム缶なんですが、ここの奥と屋上のはそんな使わなくてもいいのでそれは取っておきます。それは後でネメシスさんに対してですねサプライズプレゼントをしたいので、ドラム缶は取っておこうと思います。多分生きてますね、これ。生きてんだろ、知ってんぞ、ほら起きろ。死んでましたね。
でもうえって言わないと分かんないよ。ん？箱が攻撃をかわしただと。ではショートカットをこれちょっと気になるんでこれやっていきましょう。2番と1番で手に入れるもの、後回しにすべきものは後回しにしましょう。で今必要なものを取っちゃいましょう。あの体験版とのちょっと違いにも気づいてる方はいるかもしれないんですが、あのドーナツショップの休憩室で、ワイヤーカッターが手に入らないです。なのでショットガンがまだこの時点では手に入らないというね。少し体験版とちょっとこれやばいな、書いてたぞ。どうした？ちょっと違いますね。死んだね。本来だったらこの先にね、ショットガンがあって、ここで、ショットガンをねワイヤーカッターで切ってショットガンを手に入れるんですけど、今まだワイヤーカッターがないので今回はスルーしますと。ちょっとね順番が変わったんですよ。で体験版の場合はフォースを手に入るとネメシスが出てきてしまってフラグが立っちゃうんだけど、一応それは今回はちょっと違うのかな。どうしよう。あやっちゃうか。やっちゃいまーす。2体しかいないけど、本当は3体目を出してからでもよかったけど、まあ、景気よく行こうね。あ手に当たっちゃった。よし、ほい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 。死んだね、まあ、死んだのを確認してからね、アイテムを取りましょう。中にはね死んだふりしてる人もいます。おはようございます、おはようございます、おはようございます。起きたかな。おはよう。そしておやすみ。ヘイヘイヘイ。死んだね、死んじゃった。ハーブは後で回収しましょう。このハーブは、生やしておけばいいと思います。で、ショットガンの弾。で、ここ大事ですね。非常に大事です。まあ、この辺かなって感じですね。よくちゃんと見て、しっかり覚えて、しっかり覚えていきましょうね。ダイヤルを覚えて、自制のハーブを置いていきます。どういう順番でやったら早いかとかもあると思うんだけども、一応今回は、私の思った通りでやっていきたいかなと思います。さあ今度はこっち側から入りましょう。でここちょっと注意必要です。飛び込むとね目の前にいるのでちょっと距離が近すぎると。なのでまあ扉を叩かせるのがいいかもしれない。バカーンって入っちゃうと入った瞬間に噛まれることがあるので、気をつけてください。私は噛まれました。死んだね。死んでないな。ここに人形あります。ちゃんと死んだの確認しなきゃダメだね。死んだ死んだ死んでますね。そしたら金庫あげましょう。937ですね。はい、オッケーです。なんか、回す方向間違えたよね。はい、では、ダットサイトをつけちゃいましょう。これ、つけちゃいましょう。タップさせた方が、狙いがつけやすくていいと。ね。収縮するまでが早いので、クリティカルが出やすくなりますね。では、帰りはこっちから行きましょう。まあ、極力、ドーナツ前の広場、4体のゾンビのとこ、足をね、踏み入れないようにするのがいいかもしれないですね。あそこで弾を使うのはすごくもったいないので。では、ハーブを取って。これは、弾にしちゃうか。たまたま、たまたま。で、
あの奥のドラム缶はあえてもったいないので使いません。あとで顔がすごいことになってる。うんうん、狙いつけつけづらい。よし怖いな、お前なかなか怖い、顔怖い。行ったかな、行きましたね。よし、そしたらはしごを下ろしちゃいます。はしごを下ろしましょう。常にダッシュしててもいいんですけど、新しいエリアに行った場合はちょっとねゆっくり歩いたりします。私が常に走ってると敵がいないんだろうってことでバレてしまいますので、まあ、ちょっと皆さんにもドキドキ感をね味わっていただきたいかなと。よし、はい、これで、新しいエリアに行きます。体験版はここからねネメシスが飛び上して終わりましたけど、そういうの演出は今回はありません。はい、そしてここにはワイヤーカッターです。ではアイテムを預けちゃいましょう。アイテムを預けてワイヤーカッターをゲットしますと。ワイヤーカッターか、 OK。 誰かいるの、誰かいるの。このタイミングではワイヤーカッターを使いましょう。あなた UBCS？ ああゆっくり。そんな顔で見るな、感染していない。分かった、手当て。おい、やめろ、待って。なんてことするの。感染してた。してなかったかもしれないでしょ。スターズのやつは甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの。生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか。駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない、邪魔になるだけだ。嫌なやつが出てきましたね、容赦なく。感染はしてなかったのかな、ちょっと分かんないですけどね。まあ大体みんなしてたとしても言いますからね、感染してないって。トレーディング記録、無期懲役を食らい無所でクソを切れた。まあだからこの人は囚人さんだったんですね。ギャング20人殺しという、まあ殺すのが大好きだったやつですね。まあちょっとこの辺はパパッと飛ばしちゃいます。見たい方は一個一個よ画面を止めて見ていただければと思います。ニコラのやつはイカれてるのかって、さっきのやつです。綺麗にこうね体重落としてきてますね。はい、って変なやつが出てきたところで、じゃあ今回はここまでにしようかなと思います。ではセーブしましょう。今回パート1ということでね、まあ、ちょっとガガッとやっちゃいましたけども、まあ、次回からねだいたい動画の尺はもうちょっとね20分30分ぐらいの尺でやっていきたいかなと思いますので、どうぞね明日からの更新も楽しみにしていただければと思います。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。